アナスタシア・ブラジーミロブナ・ラコバは、ロシアの政治家である。ラコバは、ラコワとも表記される。チュメニ州のハンティマン市民族管区のハンティマンシースクに生まれる。父親は、チュメニ地域の自動車業界協会や、自動車運転者組合の長であり、2000年代初頭に、大佐を引退した。ラコバは、チュメニ大学に入学し、1998年に、 法学の学位を取得して、同大学の国家と法研究所を卒業し、2年後の2000年には財務及び信用取引の学位を取得して、同研究所を卒業している。1998年から2年間、ハンティマンシ自治管区のロシア国会の組織に勤務した。2000年5月、憲法の制定や行政立法、行政管理に関して、 法的な審査を行う部門の長に任命される。2005年6月2日、チュメニ地域の知事のオフィスにおける主任スタッフとなる。2006年の初めに、モスクワに移り、ロシア大統領府において、政権の事務局の副長官を2008年まで務める。2008年の初めから、ドミートリー・メドベージェフの選挙本部で働き、同年6月16日、地域開発副大臣に任命される。 ラコバは2008年より政党統一ロシアに所属している。2009年2月20日政府の法務部長に任命される。同年10月30日当時首相であったウラジーミル・プーチンにより政府の副主席補佐官に任命される。2010年10月26日モスクワの副市長に任命される。2013年ノーボスチ通信や インテルファクス通信などが共同で発表した2012年のロシアで最も影響力のあった女性のランキングで22位にランクインしている。2014年アガニオークやインテルファクス通信などが共同で発表した影響力のあるロシアの女性ランキングで13位にランクインしている。ありがとうございます。